まだ一面か。6人倒すぐらいまでは今日やりたいですけどね。いきます。3、2、1。 OK、 よし、やっていくぞ。さあ、というわけで次は誰行こうかな。アイスを手に入れたんで、アイスが効きそうなのはこのボルケーノかジェットじゃないかな。ボルケーノかな。ボルケーノマン行ってみます。よーし、行くぞ。多分効くんじゃないかこれ、もしかして。あー、効きそうな気がするな。あれは熱いのか。ほっ、おおお、あれ攻撃してこないな、あんまり。ほうほう、ほっ、 OK。 これでも、ああ、当たったら一撃で死ぬ系か、もしかして。あぶねー、今よく戻ったな俺。 OK、 むむ、何？あー、出たー、消える床だー来たー。おっ、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 まさかの一撃。でももう一回あるんでしょ、どうせ。やっぱりですよね。はい、はい、はい、あっ、ほっ、よいしょ、オッケー。でももう一回ぐらいあるんじゃねえの。あ、ないの？あのイーカンはどうやって取るの？取れないのか。あー、おー、ちょっと待って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 、おー。あの上の回復は取りたいなぁ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。これで、これでいいや。あ、やば！あー、くそ、回復した意味！ OK。痛い！うん、まあ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 、まあ、悪くはない。こいつはやばい、ちょっと待って、これは、ちょっと待って、うわ、くそ、あれ、これ、あ、そうか、ダッシュジャンプだとジャンプ力落ちるんだ。普通にジャンプした時の方が高くジャンプできる。これ間違わないようにしないとな。なんかこうダッシュジャンプしたくなりがちなんですよね。ダッシュは必要な時だけにしよう。逆にダッシュは普段使わないで行った方がいいんじゃないか。ん？これは？いて！わー、くっそ、しょうがないか。あう、やば。ボス前までとりあえず行きたいな。むむ。ほっ、ほっ。よし、オッケー。あー、ダッシュジャンプしちゃうな。嘘だろ、くスクロールか。これ、あー、取れないの。うっ、いやー、でも行ったら死ぬな、行ったら死ぬな。よし、諦めよう。どっち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 、あっ、キャッパ、おー、くそー、目がくらんだくそくらんだなー。いて、いや、ダメだ。アイテムに目がくらむとね、よくないよ。ここは、ここで、おーらー、よし、オッケー、よしよし。ここは落ち着けば大丈夫。オッケー。ここはどうすんだ。あっちに行ったときに、ほらー、くそ、足りなかった。あ、痛い。結構あの火が熱いな。気をつけよう、火だけ当たらないようにしないと。普通の雑魚に当たるよりもこれに当たるのが一番危険だ。ほっ、は
はい、ここダッシュ。はい、OK。からの、いやー、どうしようかな。いやー、ダメだ、迷ったらいくら。あー、くそー、バカー。あー、もうかー。くそー。ちょっと一回切ろう。いやー、やばい。さあお助けワンコが出てきそう。あ、お助けワンコ出てくるんですかね。あ、ネプさんいらっしゃいませ。どうも。今日もですね、ロックマンシリーズ、違う、青色の少年シリーズ、ロッコちゃんっていうゲームをやっております。さあ、アテナ降臨突破したんですか。お疲れ様です。アイテムに目隠らむと良くないよ、もっと早く気づいてその通りですね。よーし、行くぞ。行きましょう。まずボスのところに至る。よいしょ。今日の目標は6ボス全員倒すことです。ここは別に焦らなければ大丈夫。 OK。 今じゃなかった。でも大丈夫。ここね、あー、そうだ、消える床か。ほっほっよっ、よーし、慣れたもんだ。やっぱね、ここら辺はね、うん、今時のね、若い衆はね、やっぱりこの消える床なんていうのは難しいかもしれないけどね、私世代はもうやり込んでるからね、この消える床を。 OK。 よし、とりあえずここまで戻ってきたな。こっからが本番ね。あぶね、くそ、上の回復取りたいな。 OK。よーし、OK。あいつをなんとか無視しながら今。痛い、くそ。ここはここで連打だな。来い。来やがれ。よし、OK。よしよし。おっ。OK。OK。OK。さあ、こっか、まだか。今もう行っちゃったらどうだ。よし、ここは間髪入れずに行った方がいいな。落ち着いて、あ、ポンポンと行けそうだな。ここも、ここは急ごう。あぶね。おっ、ゲイ。よし、こっからだ。アイテムに目がくらむなよ、アイテムに目がくらむなよ。アイテムは忘れろ、アイテムは忘れろ、アイテムなんてない。 OK、OK。 あー、1キャップがあるんだけど、アイテムはない。よしよし、あんなの取ってたら絶対死ぬ。嘘だろ、ちょっと待ってください。ふー、え、どっちどっち、こっちでいいの。おー、よーし、いった。よしよし、うわー、狭いねー。落ちるの、しかも。マジか。ほうほう。オッケー。よし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 。遠いな。おお、オッケー。届くか。よし、オッケー。来たぞ。あと2機ね。あと2機ね。ちょっとアイス1回試そうか。効くかどうかね。いやー、効きそうな気するんだよなこれ。あー、効くなー。あー、いけるか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。いや、温存。相手の攻撃を見つつ、次で本番。痛い、痛い、痛い。ほうほう、ほうほうほう、ほう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 、へへへ、ほう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 、ほう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 、ほうほうほう、オッケー、オッケー、オッケー。
オッケーオッケー、いけるぞ。半分までは自力で行こう。オッケー、おほう、あーそっちに来るんかい。うわうわ、くそー、くっ、いやー今回はダメか。うーん、あーくそー、先に使うか。もうラストだよね、先に使おう、行こう。厳しい。おっく、おっ、避けて、避けるよ、避けて、くそ、くっ、避けれる、おっく、おっ、おっ、おっ、おー、しかった。ギリだ。You got ボルケーノキャノン。よし。よーし、カットしよう。よっしゃ。よーし、ちょっと休憩しようよ。いやー勝ったー、結構厳しいなー。よし、ありがとうございます、ありがとうございます、パチパチ、ありがとうございます。あ、どうもどうもどうも、ザニガニフライドさん、どうも。上スクロールは諦めも大事、その通り。できればこの場でお部屋の宣伝したいのよ。あと2日でアンドロイドに対応するから。え、何、アンドロイドでなんかやるんですか。ネプさん、こんばんは、お久しぶりです。あー、どうもどうもどうも、北九州の邪神さん。私のね、あれですよ、生放送にはね、結構神様がいっぱいいらっしゃるんですよ。ネプチューンなんてのも今日はいますからね、邪神もいますしね。なんかよくわからないけど、ゲームの場で宣伝する、なんかの宣伝をしたいんですね。あ、宣伝やっててください、ここの、今宣伝しておけば後からね、あのサブチャンネルの方で動画としても残りますんでね。やってってください、宣伝も。ということで続きをやっていいかな。ロッコちゃんが可愛く見えてきた。俺もね、なんか最初そんなに可愛いと思ってなかったんですけど、だんだん可愛く見えてきましたよ。よーし、とりあえずまだ2人なんで、3人倒せたらちょっと休憩を、トイレ休憩入れたいですね。よし、行きますか。3、2、1。よし、さあ続きをやっていきましょう。ということで、前回ボルケーノキャノンを手に入れたんですけど、おそらく俺が思うにボルケーノキャノンはフォレストマンに効くでしょう。おそらく。どう考えても葉っぱはさ、火で燃えるんじゃないかい。